お風呂の水が詰まって溢れてくるようになったので、今日は PP3 を試してみようと思います。この PP3 をの周りに約4分の1にかけます。風呂釜の方も最近水のはけがすごく悪くなっているので、これはマスクしてもいいかも。風呂はちょっとぬるま湯を作ってます。450度のお湯で流してくださいというようなことでしたので、でも本当きついな。ふいちゃんちょっと危ないよ。で、450度のお湯で何かすごい有毒ガスが出てるのがすごくわかりますね。こんな感じでこっちも、こんな感じ。早い、すごい早い。もうここから5分ぐらいかかっとった排水があっという間ですよ。じゃあこっちはどうかな。おお、表面にあった髪の毛まで溶けとるね。全体が綺麗になっとるわ。よし、じゃあ3杯目。よし、もう流しっぱなしにするか。すごいぞ、ピーピーする。ピーピーする 600g。おー、全然大丈夫やん。1回に4分の1使いましょう。今回は蓋2箇所だったので約半分使いました。はい、おしまい。こっちも洗って、ピッと。